日本の国立劇場は東京都千代田区早草町にある劇場である。独立行政法人日本芸術文化振興会が運営する。日本の伝統芸能を上演するほか、伝承者の養成や調査研究も行っている。歌舞伎、日本舞踊、演劇が演じられる大劇場、文楽、邦楽、琉球舞踊、日本舞踊、画楽、生命、民族芸能が演じられる。 小劇場で構成されている。また、伝統芸能の公演のほかこれに携わる人材育成も行っている。落語、漫才などが演じられる国立演芸場が隣接しており、2003年には国立劇場裏に伝統芸能情報館が開館した。毎年4月に行われる日本国際賞の授賞式には、天皇、 皇后や内閣総理大臣、衆参両議院議長らが出席する。2012年から2021年まで、毎年3月11日には、政府主催による東日本大震災追悼式が、ここで行われ、天皇、昭人、皇后、美智子、秋篠宮文人親王、同日の利子夫妻、金城天皇特人と、皇后、雅子、 内閣総理大臣、衆参両議院議長らが出席していた。国立演芸場伝統芸能情報館、明治時代の演劇改良運動の中で、国立劇場の設置が構想されたほか、何度か設置運動が行われてきたが実現には至らなかった。第二次世界大戦後、文化財保護委員会に芸術施設調査研究協議会が設置され、同協議会の答申に基づき、 国立劇場の計画が具体化した。設計案についてはコンペが行われ、あぜくら作りの小細院を模した外観とした、竹中工務店の岩本博之ほか13名による案が計307案の中から当選した。建物は1966年10月に竣工した。1966年7月の国立劇場法により、 特殊法人国立劇場が設立され、同年11月1日に国立劇場本館が開場した。1979年には、隣接地に落語、講談を中心とする国立演芸場が開場した。1990年に特殊法人国立劇場は日本芸術文化振興会に改唱、2003年に独立行政法人化した。江戸時代は、 ハリマ・アカシハン・マツダイラ家の屋敷があった。前提の神談焼ケボの建物は1968年に第9回 BCS 賞を受賞。1998年には公共建築百選に。2003年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれた。造園は中島県が担当。前提には駿河桜。 駿河小町、小松乙女、神代明ぼの、八重部西だれ、仙台や、駿河桜の未章、寒山、若木の桜、熊谷桜の10種類の桜が植栽されていて、近隣の千鳥ヶ淵と合わせて桜の名所となっており、春の花見の時期には各種桜の開花情報が公式サイトに掲載されている。なお、駿河小町は、国立劇場の駿河桜の種から誕生した。 東劇場由来の品種であるほか、神田焼け炎は2000年に日本芸の会により東劇場に植栽されたのを皮切りに全国に広まった。会議には劇場バスが運行される。詳細はこちらを参照。2020年東京オリンピック終了後の建て替えが計画されている。ありがとうございます。